皆さんこんにちは。今日もご視聴ありがとうございます。いや、コロナウイルスがね、結構猛威を振るってますよね。イベントとかもね、結構中止になったりとかね、延期になったりしてるのもたくさんあるみたいで、爬虫類のねイベントなんかも中止になってるのも多いみたいですね。僕の住んでるところも病院でね、亡くなった方が出たり、感染した方が出たり、駅の駅員さんが感染しましたとかね、本当にどんどんね感染した方は増える一方なんですけども、とにかく手洗いうがい、その辺をしっかりして予防に努めようかなと思ってるんですけど、真面目かっていう話なんですけど、ちょっとそんな感じでお話を始めてみました。で、今日は諭吉の近況報告といいますか、最近ちょっとレイアウトを変えまして、レイアウトってもうね、僕はもうこんな感じで簡素な感じで飼ってますけど、実は水入れとキッチンペーパー、トイレの代わりにしてるこの切ったキッチンペーパーを奥と手前反対にしてるんですね。これ理由がありまして、最近なぜか、元は本当ね、この水入れがこの奥にあったんですけど、その水入れにうんちするようになっちゃったんで奥と手前を入れ替えたんですけど、今度手前に置いてある水入れに最近諭吉がうんちをするようになったので、やむを得ずまた入れ替えたら、諭吉はまた手前のねこのキッチンペーパーに糞してくれるようになったので、とりあえず今のところはね困らないので、この感じでまた改めて飼育していこうと思います。レオパもね、気分転換で、うんちする場所を変えたくなったりとかするんですかね。飼育環境に何かストレスとかね、なんかあって変えたんじゃなければいいかなと思うんですけど、あと最近ね、諭吉もかなり大きくなってきたんで、今20センチ20センチのキューブの水槽で諭吉を飼育してるんですけど、もう少しね大きくなったらやっぱり少しもう少し広いケージに引っ越ししなくちゃいけないかななんて思ってるんですけど、レプタイルボックスとかレプティギアとか、レプティギアは30センチのと 36.5 とかそういうのがあるんですかね。もし他にレオパのアダルトサイズまで買えるケージでおすすめなんかあったら教えていただけると嬉しいです。では今日はこの辺で動画を終わっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。